商業的ルアウのステージルアウとは、ハワイ語で、縁を意味する言葉。基本的に屋外で取り行われ、地面に穴を掘って作られたイムと呼ばれるかまどで、豚などを丸焼きにしたカルア料理などが振る舞われる。古くは、パーイナ、または、アハアイナと呼ばれ、戦の勝利、新しいカヌーの完成、子供の一歳の誕生日、結婚などをことほぐ祝宴として行われていたが、 近世までのハワイでは、カップと呼ばれる宗教的慣習により、異性が食事を共にすることは禁じられていたため、縁も男女別々に開かれていた。1819年に、カメハメハニセイこれを改め、王自ら女性と食事を共にして、以降は、現在のような形態となり、また禁止されていた飲酒も徐々に許されるようになっていった。なお、こうした宴会を、 ルアウと呼ぶようになったのは少なくとも1856年からであると言われている。ルアウという単語本来の意味は食用にもなるタロイモの若葉である。このため肉や魚などをタロイモの葉とココナッツミルクで煮込んだ料理のこともルアウと呼ばれる。今日のルアウは主に観光客向けにフラをはじめとするポリネシアの歌と踊りやハワイの伝統的な食事を楽しめる。 エンターテイメントショーとして模様されている。カルアピックのほか、ポイ、ポケ、ロミロミサーモン、オピヒ、ハウピアなどが供される。現在のハワイにおける慣用的用法としては、いわゆるパーティーと同じ意味でも用いられており、大規模なイベントに伴う、晩餐会や卒業式、結婚式、誕生会など、家族や親しい友人たちと特別なお祝いをすることなども、ルアウと呼ばれる。 アメリカ合衆国の他の地域では、いわゆるハワイアンをテーマにしたパーティーをルアウト呼ぶが、本来のルアウトはかけ離れていることが多い。ありがとうございます。